本田地道は、日本の政治家。福島県田村市長、福島県議会議員、田村市議会議員、徳波町議会議員などを歴任した。福島県田村郡時和町出身。福島県立船引高等学校卒業。1996年、徳波町議会議員に初当選。3期目の2005年3月1日、徳波町は、滝根町、大越町、トロソン。 船引き町と合併して田村市が誕生。田村市議会議員として2期務める。2011年11月20日に行われた福島県議会議員選挙で初当選。県議時代は自由民主党県連青年局長や県連政調会副会長などを務めた。2017年2月14日、県議を辞職。同年4月9日に行われた田村市長選挙に 自民党の全面支援を受けて立候補。連合福島の推薦を受けた現職の富塚育を破り、初当選を果たした。4月17日、市長就任。当日有権者数32,254人、最終投票率 72.32%2020 年11月28日、再選を目指して立候補する意向を表明。 2021年4月11日に行われた田村市長選挙に立候補したが、元市議の白石隆に敗れ落選した。当日有権者数3773人、最終投票率71.37%。ありがとうございます。